七熊。俺は長谷川優月、25歳、会社員で SE やってる。いただきます。やっぱ七熊ラーメンの味噌カレー牛乳ラーメン最高。こっちでめちゃめちゃ幸せそうにラーメン食べてんのが、俺の幼馴染で恋人の高木ほのかとか言いながら激辛あんかけラーメンと迷ってたくせに、俺の食うつもりだろう。バレちゃった？実はそう言ってくれるの待ってただろうと思った。それじゃ、はい、交換。激辛あんかけラーメンも美味しいって、後から辛さが来た。あ、そうだ、それ3辛にしてんだった。もう、ゆうくん早く行って。でも、辛いけど美味しい。もうちょっとだけ食べる。また咳込むぞ。涙流してるし。ありゃほ。言えてねえし。と、かわいいな、こいつ。俺とほのかは幼馴染だって言ったけど、付き合ったのは高校卒業手前からだ。距離が近すぎて、どんなに相手が大切なのか分かってなかったんだ。俺とほのかがいつ出会ったのかは覚えてねえ。だって、隣ん家で母親同士が仲良くて赤ん坊の頃から会ってたから。気づくとほのかはいつも俺と一緒にいた。ゆうくん、お人形で遊ぼう。俺怪獣ごっこしたい。じゃあ、お人形と怪獣で遊ぼうよ。いいよ。じゃあ怪獣が街をぶっ壊してこいつが助ける役な。わかった。え、ほのかちゃん、それでいいの？ほのかも楽しんでるからいいんじゃない？興味も違っても二人は仲良しよね。俺たちの関係は小学校に入ってからも変わらなかった。ほのか、ドッジボールしようぜ。今行く。みんな行こう。うん。それが高学年に会ったあたりから女子の態度が変わってきた。ねえ、ほのかちゃんってゆずきくんと付き合ってんの？え？友達だよ。一組のあけみちゃんがゆずきくんのこと好きなんだって。だから仲良くしてたらまずいかもよ。ん？何がまずいの？ほのか、ドッジボールしようぜ。うん。ねえ、みんなも。私たちは、やめとく。そうなんだ。中学に上がると女子だけでなく男子も女子のことを意識するようになって。なあ、高木って可愛くね？可愛いだけじゃなくてスタイルもいいよな。ちょ、何言ってんだお前ら。ゆずき、あんな可愛い子といっつも一緒にいてさ、意識しねえの？っていうか視線とかあっち行くよな。正直この頃から少しずつほのかを幼馴染っていうより一人の女性として意識し始めてる自分に気がついて、それをダチに指摘されたみたいですげえ嫌だった。なわけねえだろ、ほのかはただの幼馴染なんだから。それでも学校以外での俺たちの関係は変わらなかったんだ。や、玄関から入ってこいよ。だってこっちの方が早いんだもん。それにおじさんとおばさん寝るの早いから夜に来たら迷惑っしょ。俺の迷惑は考えないのかよ。いっつも遅くまで起きてるくせに。いろいろあんだよ、勉強とか。その割にテストの点反映されてないけど。うせえ。それにその女の子が男の部屋に入るとかいろいろまずいだろ。いいじゃん、だって私たちただの幼馴染なんでしょ。え、もしかして今日の会話聞かれてたのか。うん。あ、七熊ジャンプの最新刊あんじゃん、読もうっと。おい、勝手に寝んな。いいじゃん、楽なんだもん。そう言ってそのまま寝るつもりだろう。バレた？帰れよ。なんでよ。そんなの言えるわけねえだろ。おじさんとおばさん心配するぞ。もう寝てるって。
て。いいから。はい。こんな感じで中学時代は過ぎていき、俺たちは別々の高校に進学した。ゆずき、もしかして同じ電車だったか？そうらしいね。ゆずきはサッカー部の帰り？ああ、県大会近いからな。ほのかも？うん、吹奏楽部の帰り。野球部の応援のための曲練習しててさ。ほのかの学校野球部強いもんな。うん、それに平田先輩の応援もあるし。ほのかは野球部エースの平田ってやつに告られて付き合っていた。俺だって彼女いるし人のこと言えねえけど、だけどほのかに彼氏がいるのはなんか面白くない。さよならホームランとか打たれりゃいいのに。え、なんか言った？別に。吹奏楽部の練習頑張れよ。野球部甲子園行けるといいな。うん。嫉妬なんてダッセー。しかも自分のもんでもねえし、ただの幼馴染なのに。や、お前彼氏いんのに男の部屋入ったらまずいだろ。別れたし。別れたんだ。そういうゆずきはあの清楚系の可愛い子とまだ付き合ってんでしょ。いけないんだ、女の子部屋に入れて。清楚系は別れたし、別に今誰とも付き合ってねえし。あのさ、私たちどんな関係なんだろうね。幼馴染だろ。ずっとただの幼馴染でしかない。え、顔を上げると涙をためた瞳でほのかが俺を切ない表情で見つめてた。その瞬間、俺の心臓がギュッと掴まれたみたいに苦しくなった。ごめん、変なこと言って。私帰るね。帰んなって。え、ゆうくん。俺ほのかが好きだ。中学の時ただの幼馴染だって言ったじゃん。あれはダチの前だから恥ずかしくて自分の気持ち認めらんなかった。何それ。私それ信じてゆうくんとは付き合えないんだって思ってたのに。わ、別れよ。幼馴染だろ。わかんないよ、もう。ほのかの顔見たい。幼馴染の顔じゃないから無理。幼馴染じゃない顔見せてよ。俺の彼女の顔見たい。やっぱ無理。可愛いかよ。ゆうくん大好きだよ。俺も。それから俺たちの付き合いが始まった。二人で頑張って受験勉強して七熊大学に合格した。じゃ、ランチにまたね。ああ、俺たちは学部は違ったけど同じ講義を取ったりランチしたり、同じサークルやゼミに入ったりしてなるべく一緒に時間を過ごした。ゆずき、お前ら相変わらず仲いいな。てか幼馴染なんだろ。そんなに長く一緒にいて飽きねえの？飽きる飽きないって考えたことないな。一緒にいるのが自然だし。それもう夫婦の域に達してんな。そうかも。でも社会人になるとお互いの生活が忙しくなって大学生の時のように毎日会うことはできなくなった。ああ、ゆうくんと会えないの寂しいな。俺も。いっそ同棲しちゃう？うちの親はいいけどさ、ほのかんとこはそういうのダメだろ。そういうとこ意外と硬いからね。それに俺もまだ働き出したばっかで金ねえし。だよね。でもさ、いつかはって思ってるから。え、それって。だから待ってて。うん、待ってる。ゆうくん大好き。知ってる。そういう時は俺もって言うの。あー、美味しかった。だな。でもまだ舌がヒリヒリしてて変な感じ。俺のラーメン食うからだ。食べていいって言ったのゆうくんじゃん。しかも3辛って教えてないし。ごめんごめん、
あのさ、来週誕生日じゃん。え、お祝いしてくれるの？仕事終わってからだからあんま時間取れねえけど、レストラン予約しといた。嘘、嬉しい。ゆうくん、ありがとう。お、あのね、その日お願いがあるんだけど。何？帰り、七熊自然公園通って帰りたい。夜桜が見たいんだ。いいな。きっとほのか、ずっとにやけながら歩いてんだろうな。25で結婚なんてまだ早いのかもしんねえけど、俺がほのかを知ってから25年、奥さんにしたいと思うには十分すぎる月日が過ぎた。ほのかが25歳を迎える今日、俺は彼女にプロポーズする。緊張すんな。こんなに緊張したの大学受験以来。いや、それよりも緊張してんな。ほのか遅いな。俺が遅刻することはあっても、ほのかが遅刻してくることは珍しい。 LINE しとくか。けど LINE の返信が来ないどころか、既読すらつかなかった。残業するにしても、ほのかなら連絡するはずだし、いくらなんでも遅すぎるよな。何かあったのか。俺がそう考えているとスマホが震えた。画面に映ったほのかの名前に安心する。ほのか、今どこ？ゆずきくん、ほのかが事故に遭って、今すぐ病院に来てくれる？はい。呆然としながら店員さんにお詫びをしてレストランを出る。ほのかが事故に遭ったなんて信じられなくて、信じたくなくて、だんだん現実味を帯びていくのが怖くて、何でもないと否定し続けてタクシーに乗り、おばさんに言われた病院へ向かった。おばさん、ほのかは今手術室に。どうしてこんなことに。おばさんの話では、ほのかは会社で急に残業を頼まれた後、どうしても着替えたくて家に一旦戻り、慌てて出て行ったのだそうだ。服なんて何でもよかった。来てくれるだけでよかったのに。手術後、病室に移動されたほのかは体がたくさんの管でつながれ、手足に包帯が巻かれていたが、顔は綺麗なままだった。ほのか、ほのか、早く目覚ましてくれ。俺、お前に伝えたいことがあるんだよ。高木ほのかさんのお母様、お話があるんですがよろしいですか？はい。深刻そうな医者の空気と不安そうなおばさんの顔に、胸の鼓動がバクバクと激しく波打った。おばさん、ほのかは？本当だったら麻酔が切れて目を覚ましてもいいはずなのに、まだ意識が戻ってないんですって。脳検査では異常は見られなかったらしいけど、もしかしたら何か問題があるかもしれないって。そんな。目の前に横たわっているほのかは今にも起き出しそうなのに信じられなかった。ほのか、ほのか、頼む、起きてくれよ。ほのか、来たぞ。それから俺は会社が終わると毎日ほのかの病室を訪ねた。七熊ジャンプの最新刊。お前、続きが気になるって言ってるくせに一回も自分で買わねえから、俺社会人になっても買い続けてんだぞ。ほのか、7年前の今日、ほのかが俺との関係を尋ねて俺が告ったんだよな。あん時ほのかが俺に聞いてくんなかったら、俺さ、ほのかに告る勇気なかった。俺、日付とか覚えるの苦手なのに、毎年ほのかが嬉しそうに話すから覚えたよ。桜が散り、季節が巡る、ほのかだけを置いて。おばさん、こんにちは。今日は暑いね。病室クーラー効いてて最高。いつもありがとうね、ゆずきくん。俺がほのかに会いたくて来てんだって。
かが目を覚まさなくなって3ヶ月が過ぎて、本当はゆずきくんにもう来なくていいって言わなきゃいけないって分かってるのに、ゆずきくんが諦めないことが嬉しくて、あなたの優しさにすがりついてる。おばさん、俺信じてるから、ほのかは俺たちを置いてったりしない、絶対に戻ってくるって。ありがとう、ゆずきくん。でも心ない言葉を聞くこともあった。あれって確か高木さんのお見舞いに毎日来てる、かわいそうよね。かわいそうとか言うな。俺はある決意をした。恋人のそばにいたいので、テレワークに変えてもらえませんか。出社が必要な時には伺いますので。もしそれが通らないなら会社を辞めるつもりだったか。俺が仕事が終わると毎日ほのかの見舞いに行ってるのを知っている上司が社長との間に立って話を進めてくれ、俺はテレワークを認めてもらえることになった。これからはもっと一緒にいられるからな、ほのか。今年の夏はプールにも海にも行くことなく終わり、ほのかの肌は白いままだった。ほのかが事故に遭ってから半年、その日おばさんが俺に話があると切り出した。ゆずきくん、本当にありがとう。もういいのよ。どうかゆずきくんはゆずきくんの人生を歩んで。嫌だ、俺は諦めない。絶対にほのかが目を覚ますまで諦めない。ゆずきくんの人生をこれ以上ほのかのために使わすわけにはいかない。きっとほのかだって望んでないわ。どうかほのかのことは忘れて。俺の人生はずっとほのかと一緒にあったんだ、忘れられるはずないだろう。おばさん、俺の自己満足なんだ。どうかほのかのそばにいさせてくれ。ゆずきくん。その時だった。ほのか。ゆずきくん、それは眠っていても起こる神経反応だと。ほのか、ほのか。ほのか。お母さん。ほのか、ほのか。ほのか、お前どんだけ心配かけんだよ。え、あなたは誰？何言ってんだ。何言ってるの、ほのか。ゆずきくんでしょ。あなたのこと心配して毎日病院に来てくれてたのよ。え、なんで？その表情はほのかが冗談や意地悪で言ってるとは思えなかった。本当に忘れちまったのか。それは悲しく切ないほのかとの再会の瞬間だった。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。